彼女は天使ナンバー51。ロールは恋愛フラグである。ん？これ何かな？あ？彼女が一番嫌いなのは退屈。そして今、とびっきりのおもちゃを見つけてしまった。何の取り柄もない男モボ。そんなモボの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モボは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。また失敗しちゃった。君、お、恋してるね。あなたは天使ナンバー51さん。久しぶりだね、ナンバー269。この扉の向こうの世界は何？それに僕、ずっと見てたけど、君、あのモブオって男の子に恋してるでしょ？何言ってるんですか？私、恋なんてしてないです！あれは神様が作ってくれた修行用の世界。私はモブオさんを使ってフラグ回収の練習をしているんです。モブオさんはただの練習用プログラム。そんな相手に恋なんてするわけないじゃないですか。嘘。その顔に恋してるってバッチリ書いてあるよ。そんなことは。恋愛のスペシャリストである僕の目は欺けないよ。なるほど、モブオはただの練習道具なのか。そんな相手にナンバー269は心を奪われちゃったのね。これは禁断の恋の予感。随分といい退屈しのぎになりそう。何やら騒がしいな。これはこれは、二流の天使ナンバー51ではないか。君はナンバー11。二流なんてひどい。別に生存フラグであることが偉いわけじゃないんだよ。同じ天使でもロールが違えば格も違う。わざわざ人間の子作りの世話を焼くなんて、わしには到底できん所業じゃ。いかん。どうしてわしの口はこんなにひどいこと。そうかな。人の恋愛を管理することは新しい命の誕生を促し、立派に人の性を管理すること。そこに優劣なんてないよ。それに僕は友達が困っている時にちゃんと力になってあげられるもん。君と違ってね。うん、どういうことだ。今このナンバー269は恋をしているの。うわー、ちょっと。そして僕は恋愛のスペシャリストだから、彼女の恋を成就させる手伝いができる。だから私、恋なんてしてないです。おお、その出来損ないは一体誰に恋をしとるんじゃ。モブオ。神様が彼女の練習用に作ったモブオという道具に恋をしてしまったらしいの。なんじゃと。違います、セゾンフラグさん、ナンバー51さんが勝手に言い出しただけなんです。こやつ、モブオに恋をしているだと。わしは断じてモブオなんかを好いてはおらんが、どうしてだろう。ほんの少しミジンコの糞ぐらいの複雑な感情が。さっきから固くなに認めないけど、本当に違うの？本当に君はモブオ君には恋してないの？はい、してません。私はモブオさんに恋なんかしてません。じゃあ僕もモブオ君を使って練習してもいいかな？君は別に恋してないんでしょ？だったらモブオ君の恋愛を成就させる練習をしても何も問題ないよね。実はとある事情で僕、最近ずっと退屈してたの。だから君たちみたいに修行できたらなって思って、フラグ回収の腕を磨くためにも。時々でいいからさ、君の邪魔はしないし、たまにモブオ君を貸してよ。私は別にいいですけど。生存フラグさんはどう思いますか？好きにすればいい。そもそもわしはモブオに対して1ミリも興味がない。だからあやつを煮るなり焼くなり美少女とくっつけるなりどうとでもすればいい。美少女？わしのバカ、また余計なことを言ってしまったような。決まりだね。じゃあ早速だけど、モブオ君を美少女とくっつけちゃおうかな。
え、僕が練習するんだから二人はついてこないでね。ちゃ、あ、ちょっと恋愛フラグさん。これでナンバー269の気持ちに火がつくかな。それにモブオ君で遊ぶのも面白そうだし、いっぱいいたずらしちゃおっかな。あれ、僕ってすっごく性格悪い？こうして恋愛フラグもとい天使ナンバー51はフラグちゃんたちの修行に加わることになった。そして彼女の登場がやがて思わぬ事態を生むことになるのだが、それは少し先のお話。今日はモブオさん、いつにも増して最低でしたね。同感じゃな。何が、安心して、俺はみんなのモブオだからじゃ。どんな勘違いをしとるんじゃ、あやつは。すごくいい練習になったよ。これからもたまにモブオくん貸してね。しかし貴様、興味深いアイテムを持っておるな。え？ああ、恋の矢のこと？僕は優秀な恋愛フラグだからね。特別に神様がくれたの。それは大いに疑わしいが、確かに波の天使が持てる代物ではない。ちなみにそう、使ってみる？この恋の矢。いいよ、二人が望むなら。モブオ君はとってもスケベだけど、なぜか僕らには興味がないみたいだから。でもこれを使えばきっかけが作れる。結びつけたい二人に刺すだけで相思相愛になれるの。僕はただ友達の力になりたいなって。どっちが乗ってきてもいいや。僕は面白い展開が見たい。ただそれだけなんだ。くだらん。何を勘違いしているのかわからんが、なぜわしがそんな道具を使ってあやつと恋仲にならんといかんのだ。想像するだけでも不愉快じゃ。そんなことをさせられるぐらいなら死んだ方がマシじゃ。あら、意外だな。僕の見立てだとあの子もモブオ君に気があるのかと思ってたけど。で、君はどうする？試しに両思いになってみたら？正直に言います、確かに私はモブオさんが好きです。うん、あ、いや、好きというのはショートケーキ味のポテチが好きとかチョコ味のペヤングが好きとか、そういう感じのあれですよ。あら、君って味覚がパンクなんだね。でもそのアイテムは必要ありません。うん、そういうものを使ってモブオさんに好きになってもらうのはちょっと違う気がするので。なので恋の矢には頼らずに、いつかちゃんとモブオさんに好きになってもらおうと思います。あ、そっか、そうだよね。すごいヤバなこと言っちゃった、ごめんなさい。いえ、そんな。僕応援する。改めて君の恋を応援するよ、全力で。ありがとうございます。でもさっきからずっと言ってるんですが、私別に恋はしてないですからね。ただモブオさんがほんのちょっとだけ好きなだけですからね。はいはい、純情ですっごくいい、ますます禁断の恋の予感。本当にこの二人、僕の最高のおもちゃになりそう。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ、ごめんってフラグちゃん。待って。